少量のミルクを入れた紅茶ミルクティーは牛乳などの乳を入れた紅茶のこと。なお、コーヒーフレッシュを紅茶に入れたものをミルクティーと称することがあるが、本来の紅茶の飲み方ではない。モンゴル人やチベット人など内陸ユーラシアの遊牧民の間では、交易によって中国などから入手した茶に牛や羊の乳、あるいはバターを入れ、大量に飲む食習慣が古くからあった。一方で、 ヨーロッパでこの習慣が始まったのは比較的新しく17世紀以降である。アイスミルクティーチャイチャバはミルクの味に負けない味の強いものが向いている。代表的なものがアッサム種でありミルクティー向きの紅茶として知られている。またアールグレーもベルガモット香がミルクとの相性が良いと言われている。発酵度が低く。 味と香りが繊細なダージリンティーはミルクティーに不向きとされる。ミルクは常温の低温殺菌牛乳が良いとされる。日本の牛乳はイギリスに比較して乳脂肪分が少ないため英国式の作法で飲む際には味が薄く水っぽくなりやすい。英国式で入れた味を求める場合は乳脂肪分を高くした成分調整牛乳を用いることが推奨される。 カップにミルクを先に入れるか、茶を先に入れるかで二通りの流派がある。ジョージ・オーウェルは1946年に、イブニング・スタンダード掲載のエッセイで、おそらくイギリスの、どんな家庭の中にもこの二つの流派が共存している、とした上で、茶を先に入れる方が正しいと主張した。王立科学協会は2003年に、紅茶の入れ方についての軽妙なプレスリリースを発表し、 その中でミルクは温めずに先にカップに入れるべきだとした。ミルクを先に入れることをミルクインファーストとも言う。喫茶店やカフェなどで販売されており、高圧抽出した濃い紅茶にスチームミルクを加える。チャイはインドの代表的な飲み方で庶民的な飲み物である。一般的に鍋や夜間により少量の水で紅茶を煮出し、大量のミルクを足して、さらに煮出し、 大量の砂糖であらかじめ味付けする。日本においてはシナモン等の香辛料を用いたものがチャイと呼ばれることが多い。ロイヤルミルクティーは日本で人気がある種類の茶で濃く抽出した茶に牛乳を加えたものや湯の代わりに牛乳で茶を抽出したもの。イギリスで一般的な種類の牛乳入り紅茶と比べると牛乳の量が多いことが特徴。ロイヤルミルクティーは和製英語。 よくある、五役のストドティーは煮出しすぎた茶の意味で失礼に当たる。日本のティールームの草分けと言われる、リプトン本社直轄キスサブ局投資店で、1965年にロイヤルシリーズの一つとして考えられ、同名の紅茶飲料が販売されるに従い次第に広まっていった。通常のミルクティーでは、水や熱湯で煮出した紅茶にミルクを混ぜるが、 ロイヤルミルクティーは茶葉を直接牛乳で煮出す点に特徴がある。ただし牛乳を沸騰させると牛乳に含まれる、タンパク質が茶葉を覆い十分な抽出ができないため、以下のような作り方が良いとされる。小皿などに紅茶用を通常の倍量を取り、あらかじめ少量の熱湯をかけ、茶葉を開かせる。常温の牛乳を水で割り、ミルクパンで沸騰直前まで温めて火を止める。 一の茶葉をに加え、蓋をして数分間蒸らす。茶こしでこしてティーカップに注ぐ。好みでグラニュー糖を加える。一般に水の割合を増やすと後味がすっきりし、牛乳の割合が多いほど濃厚な味わいを楽しめる。喫茶店やカフェでは、コクを出すためにエバミルクを用いることもある。飲料メーカーからは、牛乳に加え、生クリームなどを添加して、 濃厚さを売りにした商品も存在する。台湾ではタピオカで作った玉を入れたチン玉、内茶と呼ばれるアイスミルクティーが街頭で売られており人気が高い。近年は香港、中国でも一般的で日本でも広がりつつある。また台湾では卵プリンを入れたミルクティーも販売されている。香港やシンガポールでは濃厚な味を楽しむために 生乳ではなくエバミルクを加えることが多い。また、店によっては紅茶をブレンドするほか、プーアル茶を少量加えて風味を調整していることもある。紅茶の産地スリランカで飲まれる庶民的なミルクティー。キリは、ハラ語で、ミルクの意味で、ミルクティーを意味する。隣国インドのチャイとは異なり、スパイスなどは用いない。ボフのような細かい茶葉と多めの砂糖、それに、 粉ミルクまたはコンデンスミルクを用いる。切り手を入れる際は液体を複数の容器間で何度か激しく注ぎ替えることで表面を泡立てる。様々なミルクティーの商品ミルクティーは缶や紙パックやペットボトル入りの商品が多くのメーカーから自動販売機などで販売されており、種類も缶コーヒーに劣らないほど豊富になってきて、 現在ほとんどの自動販売機に入っている。ティースプーン山盛り二さじ比率は好みによる。詳細はタピオカティーを参照。詳細は香港式ミルクティーを参照。茶をヨーロッパに最初にもたらしたのはオランダ人である。17世紀中央からイギリスでコーヒーショップが流行する。コーヒーショップでは最初はコーヒーが次第に紅茶が好まれる。 友田拓南寺。イギリス紅茶の歴史。広島大学マスターズ。https://home.hiros.hima-u.ac.jp/.masterz/.tss-ga-kumon-sanpo スラッシュ 22-9-tomoda.pdf2020 年3月19日閲覧 abc 紅茶の帝国ピアニッシ四百424から 428http://web.archive.org スラッシュ web スラッシュ20120210125244スラッシュ www.rsc.org スラッシュ pdf スラッシュ p 20 20、www. r s s o f i c e スラッシュ2003スラッシュ t.pdf 牛乳パッケージに掲載される。 ミルクと紅茶のコラム、マイナスエキサイトニュース紅茶の茶葉、ミルクティーに合うのはどれ分類表、ハフポストライフ、ハット色の教科書紅茶の基礎知識増印チャいの、入れ方ハットロイヤルミルクティーロイヤルミルクティー、ジャストワンクックブック、ハットエビロイヤルミルクティーとは引くことバンクサントリーになるほどコール赤坂5条目分室ストドアチェクティブ、デフィニション、ピクチャーズ、 プロナンシセーション＆ユースージーノート、オックスフォードアドバンストラナーズディィイシティィオーエヌエーアールワイエックスフォールディーエィエーアールネィーアースディィイシティィオーエヌエーアイイエストドッ 2020年12月30日閲覧。http://www.fukunaga-tf.com スラッシュリプトンスラッシュヒストリー .html 福長ヒストリー。食に、歴史ある洋食、和食ことはじめ、紅茶が生まれるところ、スリランカで人気の紅茶。all about 2014年2月6日閲覧。 ありがとうございます。